こんにちは、テスト週間中の妹です。ああもうそういうこと言うのやめてくれね。兄のペイントです。あ、愛のペイント。兄のペイント、愛のペイント。うざ、ね、上に行こうよ、タクシーが。ねえタクシー、あのタンスの部屋におるんじゃないの。わかんないけど、俺的にタンスの部屋ってどこ。一番上、3階のさ、一番最初にタクシーがおったところ。なんでいいのそのとこ。わかんないじゃん、いるかもしれない。原点をたどるって話だよ。もしいなかったらごめん。え、適当に言っただけだから。え、一番上じゃないよ。一番上じゃないやん。3階のそのタンスのところにおったような気がするやん。前おったやんか最初。ああ、セーブしたっけ。してないね。4人も俺がずれて歩くの。あ、いない、ごめん。あこのさ、机のところがさ、ピコって開いてさ、ドラえもんがさ、来てさ、ドラえもんにどこでもドア出してもらってさ、脱出するとかさ、いいよくね。で、そこに、どこでもドアで行った場所がのび太のバイオハザードの場所だったって話。なるほどね。それないから普通に生活するみたいな。え？そういえばさ、うん、今日家学校行ったらさ、友達にさ、うん、見たよって来たよね、うん、そしたらさ、妹すごい可愛い子だねとか、鳥声みたいなこの声が変だな何今のえ気づけなかった。お兄がいたのに何があったの今。俺もわかんないんだけど、なんかね、前から、ね、前方からね、鬼が来てたのに、うん、直進してたから、まあゲームオーバーになった。全然気づかなかったんだけど。だねー。それを言った人誰だ。ん、いつも声が小さいって言われるんだよ友達に。人、あのね、あーって友達に、あーって言って、あーもうちょっと友達に話しかけてるときに無視されるじゃんね、うん、まあそれも最近慣れてもう何も話さないんだけど、うん、だから声が小さいんだよ。俺みたいにこの声を張り上げて、何この声を張り上げてさ、あれ来ない、こともない、こともない、俺が来ないよ、ね、歌を歌えばね声高くなるか、声高くならないから。分かったぞ。嘘嘘、多分さ、出ようと思ったら鬼が来るんだよ。めめしくて、めめしくて、めめしくて、あっびっくりした。もうびっくりした。てか兄ちゃんさ、わーとか言わないでくれる。すっごいびっくりする。あーもうやだよ。まあいいけど、別に。まあいいけど、一緒に行こう、一緒に、せーの、いい。何が、何が最悪なの、誰が。うん寒い。ほら見ろ、びっくりした。なんかここちょっと近づこうとすると鬼が来るんだけど、出させないようになってるな。もうバーカ、もうじきエンディングっていう鬼のバーカ合図だな。もうこれ一つ部屋行ったらセーブみたいな、一つ部屋行ったらセーブみたいな。セーブしとこう。めめしくて、めめしくて、めめしくて、うるさい。知ってる、めめしくてっていう歌。うん、歌って。ゴールデンボーバー、よっしゃ、じゃあ流してあげよう。めめしくてです、どうぞ。ほら今流れた。こういう曲なんだってかも全然聞こえない。めめしくて、めめしくて、これね、すごいかっこいいでしょこのね。よくわからない、これ誰が歌ってるの。いや、あのゴールデンボンバーっていう。知らない、うん、知らんと思う。ゴールデンボンバーっていうグループが歌ってるんですよ。当たり前だけど。Singing. I like. Yeah. よっしゃ、レッツゴー。喋ろう。さっきここから来たんで。ほら来たー。もうびっくりした。お兄ちゃんちょっと黙っててくれない？まあ、黙ってたら話にならないけど。あ、また話しちゃって。ちょっと。まあいいや。じゃあこういう時にさ、ブラックロックシューターを歌うよ。うん、最初しかわかんない。サビしかわかんない。
え、どこ？え、なんか高いとこ。ブラックロックシュータってとこだな。あれ？何やってんの？立ち止まっちゃった。えへへ。どこへ行ったの？何？ね、聞こえますかみたいな。え、へい、へい、キャンエニワンヘアミーみたいな。キャンエニワンヘアミーみたいな。あ、わかったよ。え？こっちに逃げてこなきゃいいんだよ。何やってんの？ね、だからあのさ、あ、上に逃げろってこと。そうやってみな。無理だろうけどね。僕のことをからかばったの、あんなに好きと言ったのに。あ、流れてるんだ。今流れてるんだった。ごめんね。逃げるんだ今だ。逃げろ。セーブできないよ。今さ、いけないと思ったのね、俺。うん、ざま見ろ。青になんかさ、遅くなんないかな。なんないね。行け、上行け、上行け。音がでかくなってきた。そう、頭同じとこ、同じような積み、同じ積み方するの。いけないよ。あー、ダメだ。バカだった。僕バカでーす。あの、ちょっと灰色のさ、ちゃんとした道を通っていかないと、そのつながってるとこしか行けないね。もうさっきから同じとこ3度目だ。ここいいよいいよ。そういうのが青鬼ってやつなんだよ。知らない。初見殺しって。へえ。あのさ、あ、やばい。俺の提案なんだけどね、ショボンのゲームっていう。誰の話？ショボンのアクション、ショボンのアクションゲームっていうのがあって、うん、それちょっと面白いじゃんね。へえ、やりたくない。ってか妹はですね、こういうゲームあんま好きじゃない。だからこういうゲームじゃない。バイオハザードとかは好きだけど。いや、好きなの？バイオハザードやる？なんか殺すみたいな、そういうゲームは好きだけど、追っかけられるっていうのはあんま好きじゃない。てか昔からこういう鬼ごっことか。だからのび太のバイオハザードとかいいんじゃないの？なんかね、操作しにくい。なんかもっとリアルなやつがいい。ダダダダダみたいな。そう、いいのがあります。オンラインゲームです。オンラインゲーム実況するか。やったことないんだ、一回もオンラインゲームって。え、ほんとバカでしょ。ゲーム下手くそだから説明も読みたくないし、というか流れにも乗っていけないし。いや、あの説明とか読まなくてもなんで戻るのね。だってさ、向こう側に行ったら絶対方に来るじゃんか。あれ、出てくるんじゃんか。出てくる方にめっちゃダメじゃん。ここから何回か繰り返されますから、みんな飛ばしてください。うおー、バカだな。誰か来た。待って、8分。よし、8分。よっしゃ。いけ。必死で走ってるうちに、あ、もう眩めない。もう、化け物は、あ、化け物はもうって聞いてはいなかった。あの晩、館ではぐれた仲間と再会することはついになかった。あの化け物の正体は何だったのか、今では知る術もない。クリア？え？多分バッドエンドってやつだな。何それ。だからたけしを一緒に連れてやらなかったらバッドエンドってやつ。なんでだ、別にいいじゃん。たけしなんかほっとけって。でもエンドだね。たけしなんかほっとけって。まあこういう終わりもあるよってことで、この実況はこれで終わりたいと思いますよ。はい、はい、待って、こう決めてね。エンディング終わるまで9分にしちゃったけど。いいの？いいよ、いいの。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。